はい、皆さんどうも、ミサローです。たまごっちのピチピチお店地実況プレイやっていきましょう。たまごっちのお店地シリーズのまた続きになりますね。初めからまたこちらも例によって初見プレイになっております。ファイルは消させていただきましょう。あれ、水太郎っち入る。まあでも、はい、いざ入るとなるとちょっとなんかやだな。今までずっと水太郎っちでやってきたから、じゃあ水太郎っちでやりましょう。うわ、フラワッチがいねえ。じゃあ口パッチだ。カラー、あ、浴衣のカラーが決められる。どうしようかな。紫パッチ、すげえ 3D モデルっぽくなった。ある日の報告。ねえねえ、みんな昨日のテレビ見た？ピチピチ島でカニを食べてみたいだっち。私もいろんなお野菜食べてみたいな。フロッチいるじゃん、そっちには。僕もお魚をたくさん食べて良質の DNA を摂取したいですね。ね、プレイヤブルじゃないんだね。ラブリッチか。わあ、嬉しいな。ツアーに当たったの。昨日テレビで言ってたイベントのくじ引きね。野菜を食べてピチピチ島へ行こう。あと3人ピチピチ島体験ツアーが当たるみたい。当てたいだっち。ち、当てちまったぜ。うわ、当てちまったぜ。そういうことか。残りの3人が当たるのか。やった、当たったわ。かわいそうに、あとちょっと当たったらちお魚を食べられるだっち。3連チャンって。僕当たりました、嬉しいです。ま、楽しんでこいよ。お土産に野菜の種をお願いね。っていうストーリーなんだね。こうしてマメッチたち4人はピチピチ島体験ツアーに参加することになりました。今回パッケージがないからどんな内容かが全く分かんないんですよね。ピチピチ島へようこそだす。ツアーガイドのガイドっちだす。クチパッチさん、はい、だち。マメチさん、はい、メメチさん、はい、ラブリッチさん、はい。皆さん偶然にもクラスメートなのでツアーの間も仲良くしてほしいです。ありがたいここに集合です。それでは出発進行です。おお、すげえすげえ。映画×クチパッチの食い方よ、豪快にいったね。皆さんピチピチ島満喫したらすね。はーい、それでは帰りの船のチケット用意してほしいです。誰がチケットを持ってるんでしたっけ。さっきみんなの分をまとめてリーダーに渡しただす。リーダーって誰だっけ。名前順で一番前のクチパッチさんだす。クチパッチチケット持ってる？ないだちー。なくしたチケットをもう一度もらえるかどうか、ツアー会社にかけ合ってみるだすが、もらえなかったら皆さん自身で何とかするしかないだすね。それでじゃあ稼ぐのかな。これは困ったことになりましたね。みんなごめんだっち。私お家に帰りたい。ラブリッチ泣かないで。話は聞いたよ、ピチオカッチ。セリ市場でお会いしましたね。ピチオカッチでなんだか大変そうじゃない。私が力になるよ。それは渡りに船出す。あいにく船は持ってないんだけどさ。あ、残念。とりあえずうちに来ればいいじゃない。え、いつ帰れるかわからないんでしょ。それまでうちに泊まっていけよ。泊まっていいようでした。いいんですか。ピチピチ島は人手が足りないから、みんなお手伝いしてよ。もう少し長くここにいられると思えばいいかもね。そしたら食べるものも心配ないし、そんなに多くはないけどお給料もあげるよ。毎日新鮮なお野菜とお魚が、新鮮なお魚とお野菜だったね。くよくよしても始まらないね。何事も経験。じゃあ決まりだね。晩ご飯にするからおいで。お昼ご飯どこで食べようかな。帰りの船のチケットをなくしてしまったマメチたちはピチオカッチの家に居候しながら、みんなお手伝いすることになりました。
4人はちゃんと家に帰ることができるのでしょうか。今までとちょっと違うよね。今まではどっかのところに呼ばれてそこを発展させるっていう感じだったよね。ピチピチ島は人手が足りないから、まずはお寿司屋さんか野菜スイーツ屋さん、どちらか手伝ってほしいんだけど、クチパチたちお願いできるかね。遊び方はわからないとき、ハテナをタッチだよ。ヘルパーいつもいられるからね。外に出たいときは、ドアをタッチマップに移動できるよ。今回は家に帰るためにお金を稼ぐって感じなのかな。ランクはあるのかな。あ、マキコ。マキコにいたたち、クチパチこういう何してんだよ。その時間ができたから、街のあちこちを見学してるたち。ああ、止まった。マキコの気に入るとこだっち？そうね、マメッチのいるお店よ。どこだし。そっか、自分で移動する形式になったんだ。ん？ずれた。あ、で、いる人も変わるのね。ペーペー。おう、クチパチ、ピチオカッチから話は聞いてるぜ。俺はシャーリッチだ、今日から手伝いよろしくな。はじめまして、よろしくだっち。それじゃあ始めるぜ。頑張るだっち。何事も経験だ。またやってみましょう。ござるちだ。なんでクチパチはここにいるんですか。お手伝い始めたらっち。始めてたけど頑張るだっち。今日からお寿司屋さんでござるな。おめでとうござる。ありがとうだっち。今日は何人に来ただっち。見ての通りでござる。一名だっち。さあできないでござるか。始めてたけど頑張るだっち。さあ お寿司作り。錆抜き卵。切るんだ。でちょっと見るか。握るネタを選択した、下画面のあれにタッチして米をつかむ。でネタ乗っけて、あ、握るのか。握ってサビ抜きだから出して OK。 なるほど、そういうことか。前のさ、イワシとかって何、残りの枚数ってことなのかな。回転寿司とはまたちょっと違うよね。乗っけるだけだったけど、あ、でもあんまりやってることは変わんないのかな。サーモンの握り、この残りのあれが気になるんだけど、あとわさびだよね。わさび乗っけて、多分それは忘れないようにしないといけないから、よいしょ。お茶、ガリ、味噌汁、ほらよ。お茶で終わりか。なるほどね。あ、すげえ分かるようになった。なんかランクっていうよりは熟練度って感じなのかな。初めてとは思えない。俺いい仕事だったでござる。もっと頑張れたち。さあ修行再開でござる。また来るたち。もう一人来る。マキコと誰だ。落ち着いて握るたち。マキコご一行様のお寿司作り。甘エビのおにぎり、これあれだよね。やっぱサーモンとかやっぱり残り、え、どういうこと。あ、抜くのか。へえ、そっか、全然違うんだね。でわさび多分入れないと多分いろいろと言われる。そして、あ、そういうことか。そこも違うのね。へえ。置く場所適当でいいのかなと思ったけど違ったね。ちゃんとその人の前に出さないといけないんだね、複数の時は。そりゃそうか。カッパ巻き、こっちか。カッパ巻き、巻くだけ？おお、すげえ。いろいろ増えた増えた。かっこいいってか。すげえすげえ。で、カッパ巻き。あと一回間違えたらどうなるかっていうのを見ときたいね。あ、やっぱダメか。ちょっと下がるんだね。買い出しも頼む。じゃあちょっと買い出しってやつ見に行こうか。どこでネタ買ってくれいいんだ。
行けるところってのが何個かしかないよね。天ぷらとか人がいるし、え、買い出しってどこで済んだ。とりあえずじゃなくなるまでやってみるか。あ、すげえ、寿司屋いっぱいいる。まだその買い出しの説明出てないんだよね。1名だっちゅー、ヤングマメッチ。1名なのです。イカ握り、イカ全部切るんだね。ちゃんとイカもイカっぽくなっている。当然ちゃ当然か。海苔が今のところあんまり使ってないんだよね。甘エビがさ、なくなるんじゃない？なくなった場合どうなるんだろう。甘エビがなくなった。ガリ、ガリを単体で、しかもこういう出し方をする。ガリ食いすぎだろお前。あ、終わった。説明が入るかな。売り上げ250ってだいぶ たまってるね。 前はさ50?60 とかだっけ。一番初めはね、だいたい。あ、来た来た。おい、買い出しに行かなくていいのか。本当だっち。カートアイコンをタッチすれば買い出しに行けるぞ。やっぱなくなるまでやんなきゃダメか。食材を買いに出かけます。いい天気だね、口パッチ。こんにちは、気持ちのいいお天気だっち。あ、これでないものがわかるから、甘エビを購入。へえ、今回からサブ要素がいっぱい追加された感じだね。甘エビてか一回失敗してるから、一回で半分ぐらい入るのかな。半分入るのか。とりあえず買えるものは買っといて、甘エビもこれほぼ半分だからいいか。買っちゃってね。ふんどし丸、いかにも魚丸、玉流星丸、ちゃんとそういうところまで作ったので。ふんどし丸、第八親父丸。あ、これも第八親父丸でした。はい、なるほど、そういうことか。で、そしたら残りは、お、どうした親父。突撃レポート。お、なんでも聞いてくれ。このお店の特徴を教えてほしいレポ。そうだな、店の近くだからな。新鮮安心、超絶品。すごい自信レポ。で、もう一個の、野菜スイーツ屋さんに行って何組かやったら終わりにしましょう。これか。はい、クチパチ、こんにちは。ピチオカッチから話は聞いてるよ。僕はテパッティッチ、今日からお手伝いよろしくね。はじめまち、はじめましてだっち。頑張るだっち。いらっしゃいだっち。あれ、クチパチ、ここで働いてるんだ。いろいろあってお手伝いをするんだっち。みんな結構さ、こっちに来てるから、知り合いがさ、頑張れば、頑張らなくても多分普通に帰れるんじゃないかなっていう気がしますよね。ゴマのチーズケーキ、へい、へい、らっしゃい。厨房に合わせてレシピを選択しよう。レシピ、チーズケーキ、ゴマ、あ、ここもやっぱ買い出ししないといけないんだね。すりこぎり、野菜をたたい、叩くのか、叩いて細かくすりつぶそう。なるほど、はい、潰した。次、ゴマのチーズケーキ、ボウルに材料を順番に入れたら、どれだ、砂糖、これか、砂糖、卵、バトゥー、ソルト、ゴマ、クリームチーズを入れたら、生地を混ぜて滑らかにしよう。混ざった。はい、で最後、次、ヘラを使ってケーキの、
スライドか。OK。流し込んで、チーン。オーブンに入れて下のつまみを温度メーターの針の白いところに合わせよう。すぎるな。これ難しいな。ケーキが焼けたら点線に沿ってケーキを切り分けよう。これ焼けてるちゃんと。ちょっと時間がかかりすぎてると思うんだけど。怒られた。これ焼けてる？オーブンの温度が適温じゃなかったみたいだよ。難しいな。もう一回やってみるぜ。うわーすごいのがいっぱいいた。ピチオトッチ、親父さんの方か。メロンのプリン、また変わったな。プリン、スイカじゃんこれ。ちょっと待って、プリン、メロン、裏ごししよう。あ、こういうことか。裏ごしして、順番通りに入れていきます。塩、砂糖、これ違うな、バターじゃない、バター、野菜、野菜、メロンって野菜だっけ。そこら辺のあれが忘れちゃったぜ。どういうあれでどういうあれだったかを忘れた。藍色してんね。問題はオーブンだよ。ん？生地を取り分けよう。2回ずつか？ここら辺もちょっと。3回。3回か。うん、ぴったりですね。これすげえ難しいんだよね。白で止まんのかな。でもプリンはもう焼いたら完成なんだね。あ、でもいいんだって。でもスコア95点ってことはちょっとダメだってことなんだよね。つまみ調節しながらやるのかな。ちょっとここら辺は要練習ですね。よし、というわけでパート1はこんな感じで終わりにしたいなと思います。で次はどっからスタートになるかな。上がる瞬間、あのペーペーから次に上がるところ、メーターでちょうどあの熟練度が分かりやすくなってるんで、これでね、これで上がる直前ぐらいまで上げといて、そっからランクを上げて、その後どうなるかっていうところをお見せして、多分新しい店が増えるんじゃないかなと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。